と若い時からお願いします。はい、次の課題としてまず一つ思うのが朝と夜の差がちょっと激しいかなと思っています。あとはそのまま作業よりかっきり作業の方が重要になっているんじゃないかと。あと、まあ、ちょっと言われてそもそも何がかっきりにつながるのかを知らないスタッフさんがいるんじゃないかというのが課題でした。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ回します。売り場での挨拶をしたいと思います。やまびこはカウンターではやってるんですけど、返却中だったり作業中だったりするとやまびこをしないことが多くて、すれ違い挨拶はそもそも知らないっていうのもあるし、手本となるスタッフがいるのかどうかなっていうのもあると思うので、そこが課題だと思います。はい、ありがとうございます。はい、よかった。第一声やまびこということで、はい、ありがとうございます。はい、ご飯さん。はい、聞こえない聞こえる時なんですけど、帰ってきたのって聞こえないとか、うん、スタジオに集中するで入り口の挨拶をしないと。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ありがとうございます。まあ、全体として取れないんですけど、まあ、山彦が特に弱いかなと思います。はい、はい、田中さん。すれ違いが一つはあまりできてないじゃないかと思います。山彦は一つもあまり聞こえないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、みんなの、ね、この課題となる言葉からキーワードを抜き出して、どのようにすればっていう変換をしたいんだけれども、こうみんなの読んだ上で、こううまく一部にしたときに、どこが言葉がキーワードとして入るだろう。で、できるだけそのこの会議後に、やっぱりそのみんなに伝えていく上で、まあ、できるだけ伝わりやすいようなあの言葉に置き換えれたらなと。どのようにすれば、なんなんなその活気っていうのをご内容したときまあ、多分すぐまとまらないだろうから、みんながこれを見たときに、これをざっと読んで、どのようにすれば何なんだろうか、できるだろうか、何なんできるだろうかっていう言葉に置き換えて、書いてみましょう。いいの、じゃあ2分ほどでお願いします。ただ分かる。